さあ、そして日本人対決が続く中、山口対響、この両者の戦いがすでに準備されている。これはなんかリリー側が風をためづらそうな組み合わせですね。やっぱり飛び道具が強いっていうのと、ダッシュ、突進力がすごいあるんで、ちょっとリリーがやりだそうなイメージありますけどね。風をためる動き、上にポカモガンをね振りながら踊っていたら、横からそうですね、とんでもないスピードで DJ が突っ込んでくる。スマッシュってきますからね。あとそのしゃがみ強パンチからのその中コンドルウィンドとかも OD マキシマムとかで結構確定取られやすいんじゃないかな。さあ、響としては苦難の組み合わせになるか。しかしランクマッチで相当勝っているということは、 DJ にも勝っているということ、その DJ 戦が見られるか。うえっ、さあスカシゲダンの形になったか。ダメージを取ってるのは響。あと DJ に対してこの守りの弱さが正直地獄ですよね。そうですよね、普通に考えたら、まあ、特に風なしで画面端いったらもうきついでしょうね。とんでもないですよね。おお、マジか。そこで風を2つうまく溜めていった。溜めましたね。あ、3つ溜まったら強いですよ。3回溜れるんで。そうですね、結構ズーズーしく溜めますね。そうですね、やっぱりどっかで通していかないとってことですよね。そこはスパイアから、うわ、投げに来ている。しっかりしますね。しかしここは響の投げが早めに来るというところをみんな警戒している様子。このゲームってそのコマンド投げをバックステップで避けたりとか、バックジャンプで避けた後にドライブラッシュからコンボに行けるんですよ、ほとんどのキャラが、はい、それが結構しっかりやれると結構きついんですよね、リリー側が。さあしかしラッシュから投げていくメキシカン台風。やっぱこういうとこコマないキャラの良さですね。なんだかんだこれでこうひっくり返せるっていうね。さあ、そしてここまでその響がうまくこの DJ に接近を許してないですよね。あと風ためるのがうまいですね。風をためながら暴れていく。目の前、さあちょっと山口が窮屈な画面端を強いられている。ここでジャストからバーンとするぞ。バイアップ。さあこうなると、うわあ、 SA を警戒しながらではあったが、さあ響は一気に駆け抜ける。強いな。やっぱり響きのうまいところで、その風がないときでもそのノーマルスパイアの先端当てで展開作っていくのがいいですね。なるほど、はい、でジャスパしたりとかして卓に結構無理やり持ち込む力がありますね。うえっと、いきなり勝っていった。さあファーストヒット。さあコマンド投げにも、うまい、見てからっぽい。だいぶ、さあかなりの完成度、世界最強リリーと言っても過言ではないでしょう、響きのリリー。もうまく風をためながらのスパイ。おっと、欲張りさん現れからの画面端になる。さあ警戒されてないと、いや来た。さあここは上に飛んで、そして下るダイブまで、飛びが機能してますね。多分その立ってる DJ に前ジャンプした時にコンドルダイブを合わせると、多分 DJ 側安定タイプないんですよね。はいはいはい、はい、だ結構飛びで読み合い仕掛けてますね。そして風ためはここでもうまくできている響。さあ山口はどうする、追い詰められている。そろそろ上に出なければというところだが、ここでメキシカン台風、大きなコマンド投げ、早い展開を作っていくが、ここでリバーサル。さあちょっとバーンアウトが見える。そして風がないのにプレッシャーをかけていく響。詰めますね、目の前、ためた、ためた。さあ心の隙間で風をためていく。さあ見てからなのか、さばるけ、おいのいこのいからの、うわー、来た、強気。山口が壊れてしまえ、最後は打撃か。おお、見事、これが響き、強え、強いわ。山口 DJ に試合をさせなかった。結構そのDJ の得意な横押しがあんまできてなかったですね。ですね、終始